ニーズアニメをご覧の皆さん、こんにちは。ナノライプです。ナノライプです。ボーカルギターのキミコです。ギターの佐々木純です。デビューしてからナノライプは今年でちょうど10年、うん、今デビュー10周年イヤーなんですが、はい、この10年間本当にいろいろなことがありました。メンバーチェンジもありましたし、うん、まあ、たくさんの作品を本当に作らせていただいたなと思う中で、うん、変わった部分は山ほどあります。音楽に対する姿勢ももちろん変わったんですけど、曲の作り方だったりライブの仕方だったり、一つ一つ少しずつ変化して成長してこれたかなと思うので、デビュー当時のナノライプと今のナノライプ、根底はもちろん一緒なんですけど、細かいところで見たらほとんどのことは変わったと言ってもいいんじゃないかなと思います。ただ伝えたいことだけは変わらず、ずっと同じことを歌ってるなという気もします。ナノライプはインディーズ時代からずっとそうなんですが、ツアーをやって曲を作って CD をリリースして、でまたツアーに出てツアーしながら曲を作ってということをずっと繰り返してきているので、やっぱりライブがないと曲作りも少し止まってしまうというか、制作期間とライブ期間って分けないでライブをしながら作ってきたバンドなので、一番の原動力はライブでみんなと一緒に、もうそれこそ作ったばっかりの曲をみんなと一緒にライブで歌って、その曲が成長していくこともあるので、ライブが一番の原動力かなと私は思ってます。そうですね、やっぱりライブが一番すごい影響があるなっていうのは感じてて、作るのはやっぱりずっと自宅作業が多いんで、なんかやっぱりライブでみんなに反応してもらうことで、すごい曲がどんどん成長したりとか、新しい曲も生まれたりとかが結構あるかなって自分も思います。今回ラストチャプターは、ずっとエンディングテーマを書かせていただいていた直撃の相馬のオープニング主題歌として書き下ろしたんですけれども、初めてのオープニングということで、もちろんその点も意識はしたんですが、何よりも4回目の直撃の相馬になるので、これまでのいろいろを踏まえた上で、もう最終的には相馬と出会えたから僕らは今ここにいますっていうような曲にしてしまうのがいいんじゃないかなと思って、結構積極的に、もちろん直撃の相馬のストーリーも盛り込んではいるんですけれども、ナノライプが今ここにいる意味というか、ここまで来れたのはどうしてか、そういうことを自分たちの目線でも歌えるような曲になったんじゃないかなと思ってます。 Thank you for having me。 ナノライプ、ライブが大好きで、これまでもたくさんライブしてきたんですけれども、もちろん日本国内にとどまらず、いろいろなところでライブができたらと思っています。その土地の言葉も覚えたいなと思ってますので、皆さんが僕らを愛してくれるように、僕らも皆さんの住んでいるところを見ながら歌うことができたらなと思いますので、お会いできる日を楽しみにしています。それではラストチャプターたくさん聴いてください。ナノライプでした。